八田余一の再び呼びかけをしたいなと思いまして、改めて情報をまた募集したいなということで、秋山さんにまた再度八田余一の特徴っていうのを出しますので、皆さんにこう呼びかけてほしいなと。でまずこの特徴を、まとめております。八田余一は、このようにですね、まあ、髪型とかは、もう変わっているでしょうけどもね、特徴的なのはやはり耳、右耳と左耳の特徴がこう違うわけですね。そうですね、左右違うからね、こいつは。で左耳が結構潰れた感じになっていると、いうことが一つ特徴的だと。でまあもう一つはやっぱり目と。そうですね、この首元のほくろっていうのが結構あります。そうですね、はい、まあ、顔などにも結構ほくろが小さく点々としております、そして右手、人差し指と中指の間ぐらいにほくろ、ね、ほくろが、はい、存在します。はいはい。でこれは八田余一の写真を今までバンバン出してきたんですけども、それがちょっと反転しているということが分かって、再度ちょっと直した画像になってます。はいはいはい。おそらく遺族の方のホームページとかインスタの方とかも変わっているかと思いますので、はい、間違いないようにしていただきたいと。で手で言えばすごく、長くて爪がこう切られている、まあ、綺麗に切られている、まあ、ここら辺はちょっと逃亡しながら変わっている可能性はありますが、そうですね、細くて長い指だね。爪なんかは伸ばすかは分からないけどね、細い長い指は特徴よね、彼の、はい。そして右の奥歯に銀歯があると。歯の治療なんかはね、もう今逃亡中なんで保険証がないんで、歯の治療っていうのは出ない可能性があるんで、これはいい特徴と思います、目指す。そしてやはり声、どうやってこれから生きていくかって言ったら、生活保護っていうシステムがあるんですよ。貯金は生活保護ができないんで、やっぱ国が払ってくれるということで、介護料金とか全部タダになるんですよ、病院もね。将来を見据えて安定した生活を送るっていう意味で、となるとやっぱ万引きとかしたりしてそれで食べていけば生活できるかなと。あとは置き引きとかっていう、トイレに行くときに人が荷物を置いてきますよね。それをまあバレないように叩くというと、ただで物が手に入るんですね。スマホとかが手に入る場合もあるんで、やっぱりスマホは必要なんだよね。はい、頑張りますよ。声は大事ですね。はい、ここら辺は、遺族のホームページなど、そして私たちの X や、まあ、リーゼントデカチャンネルの方にもたくさん上がってますので、やはり声というものは何回も聞いて覚えていただけたらなと思います。そして、八田余一事件を起こす前に、TikTok に一つ画像がありました、はい、これは本人のものです。でよく勘違いされて情報が来るのが、今の八田余一が SNS やってますよっていうのが来てしまうので、はい、まあ、これもね動画がありますので。でこの海外逃亡した可能性というのをいろいろ聞かれてますが、秋山さんはどう思いますか？それは絶対ないですね、渡航事実がないんで。それはないです、はい、もう日本のどっかでか潜伏しますね。やはり渡航記録とかっていうのはもう胃の一番にやるようなね、捜査になりますんでね。組織犯罪であえてパスポートの偽造で、逃亡するっていうのは過去にもあったけど、これはもう組織犯罪でもない、本人のあれやし、パスポートの捜査もやってるけど、渡航事実がないと、もうそれからした海外逃亡は 100% あるんですよね。またポスターの掲示をお願いしようと思っています。最新のポスターは遺族の会のホームページからダウンロードしようと思いますということで、こういう協力者がねいろいろポスターを作ってくれたりいろいろしておりますので、はい、そこら辺、遺族の会の方に問い合わせをすれば、もらえることになってますんで、印刷してですねいろいろ掲示していただけたらななんて思っております。そして情報の方は概要欄の方を見ていただくと LINE とか公式 LINE 等ありますのでね、まあ、そこら辺にいただけたらなと思います。ほんまにこう皆さん方のポスターの非常にありがたいですね。もうほんまに、ありがたい。
まあ、ただ公衆の電柱とかね、そんなとこに払わんようにしてくださいね。軽犯罪の違反になるんでね。はい、勝手にね、払わないように。今そういうトラブルは一切なかった。掲示板でね、OK のとこ貼っていただいたらありがたいですね。まあ、結構ですね、目撃情報もちょっとずつ、まあ、僕らの方にも来てましてですね、一、うんうん、つね、ちょっと DM で来たやつがあってね、名古屋なんですけど、うん、パチンコ屋があってですね、うん、2023年4月頃、朝店舗に行くといつもの常連さんと他に数人、うん、いたと、うん、でその中で大きめなリュック、うん、でカバンを持って、うん、一人だけおとなしくしている若い子がいた。で、私が50歳なので、20から25ぐらいの子、うん、で私はその子の真後ろか次ぐらいに並んでた、うん、若いのにスマホも触らないでずっとうつむき加減でいたので変なやつだなと思って、常連さんに何あいつみたいに聞いたら、最近来てるよと。で、格好は正直なところ曖昧ですが、なんか暑苦しいなと感じた覚えが。うん、店が開店して順番にアルコール消毒して店員の指示で入店。私の狙いは北斗っていう、まあ、パチンコだったと、うん、でその島にいたらその子が、角から2番目で、私は3番目に座って、うん、でその子はカバンを足元に置いた瞬間、ツーンとうわっとくる匂いが、うん、半端なかったと、うん、だから風呂入ってないんじゃないいうような状態だと、うん、そしたらズボンからスマホを取り出して、スマスロ台の受け皿部分に、うん、裏向きで置いたと、うん、だから表向きじゃなくて裏向きに置いて、うん、財布から金を出して打ち始めて、数時間後にはいなくなってしまいましたと、うん、それで、息子に話して、息子と一緒に、うん、まあ、次の日とかにも探しに行ったんだけど、うん、もういなくなって、まあ、それから来なくなっちゃったっていうことなんですけど、うん、まあなんかこういう、若い子なのに風呂も入ってなさそうだし、うん、うつむき加減で、うん、まあ、顔も見えないようにしてた、うん、で、まあ、パチンコ屋なんで資金をね手に入れたらそれを増やそうっていう風にした可能性だって、まあまあ、そうですね、はい、なきにしもあらず、まあ、そういうことなんで、まあ、ちょっとこういう情報はまあ大切だなと思いながら、そうですね、はい、ちょっと警察にも言ってもらってるんですけど、指名手配の情報本当いっぱいいただいてます、はい、確かに似てる情報、ただ似とるだけであって発達の確率っていうのが特定はできてないんですね。だから関東にすごい多いとか大阪に多い、それは当てにならんわけです、はっきり言って、うん、数が多いんじゃなくって、似てる情報よりも、いや顔はちょっと見えない、うん、隠してるなっていう方が実はいいんですね。そうですね、うん、身長とかは変わらない、耳とか、まあ、耳は見当たり捜査官がやっぱりちょっと覚えてきたやり方なんで、一般の人が一瞬の耳で判断しかできないですもんね、うん、目の位置とかね、うん、目はああいう目っていうのはなかなか変えられない、目が似てるっちゅうのは OK、うん、ただ顔が似てる、これは似せてないんですね実は、うん、変装してる、要は帽子かぶったり眼鏡かけたりマスクをずっとするとか、うん、人から避けるような行動を続ける、うん、それがやっぱり逃亡者なんですよ。そうですね、八田与一を似ているんじゃなくって逃亡者を探す、うん、逃亡者の独特なこういう行動ね、うん、だから今回もこの名古屋のパチンコ屋も今まで来てない、まあ、だけど若いのに風呂も入ってない、小銭を稼ごうとしよう、そういうところがいるわけです、うん、そういう情報がやはりあるといいですね、はい、ありがたいですね、はい、この間ね、東京でひき逃げした犯人が日本にとったね、警察署からこう連行されるときにですね、うん、もうものすごい似てる、まああれは似てますわ、うん、似てる犯人だったんですけど、うん、まあ違う、逮捕したときに警察は検察庁に送る前に事件捜査するときに必ずこの人間の戸籍、はいはいはい、戸籍を絶対取るわけですね、はいはい、絶対免許証でまず間違いない、うん、さらに戸籍取って本人であるかっていうのは絶対に 100% 本人で裁判かけますからね、うん、だから戸籍取るんで、東京で捕まったよく似てた、あれも全然別人って言ってるね、本当八田与一はあんなそのままのもの、うん、こんな顔で絶対売りません、今髪型にしたって、だからもう変装してますからね、うん、だからまあツイッターとかで、ツイッターとか SNS でもう発信者としてやってる人が似てる、これ似てるんですけどっていうのはさすがにないと思う、ね、そうですね、うん、SNS を自らやるわけじゃない、そうで、まあ事件前の SNS っていうのは1個ある、うん、TikTok をやってると、うん、まあ、それ以降はないので、
もう逃亡者は逃げてるんで、はい、表にこう写真とか撮りませんの。特殊なね、あいつ自転車でね、留置力が逃げたりね、うん、自転車でこう日本一周みたいなやつ、そうそういましたけど、もあのはもうちょっと特殊で、特殊、うん、まあ、ハッタの性格からするとやっぱりちゃんと隠れて逃げてるかなと思う。そうそう、留置場から逃げるやつと、そもそも逮捕されてない、うんうん、指名手配される逃亡者と全然ちゃうんですよ、はいはい、うん、だから大阪の留置場が逃げて四国八十八ヶ所回った、あれはあの指名手配者ちゃうわけですよ、うん、そもそもは、もともとパクられたやつが隙を見て逃げたやつなんで、うん、チャリで盗んだチャリで行く、何もバレない、うん、で、四国八十八ヶ所行くっていう、まあ、ほんまそのスタイルなんで、一緒に全然知らない人と写真撮っとるわけですよ、うん、けどこいつを逮捕される前から逃げとる、はいはい、ハッタは、うん、指名手配打ったら、うん、絶対写真撮りませんの、そう、ね、だから留置場から逃げたやつ、逮捕される前の指名手配、これは全然違います、ね、うん、まあただもうね、2年経っちゃいますからね、もうそろそろね、うん、そうね、捕まえたい、こんな今のままの大分県警が逮捕状請求してもらうの、同候補だけではこんなにすぐに時効が来ますよ、ね、うん、ねえ、うん、7年ですからね、迷う殺人で逮捕状請求して、はい、きちっと県警上げて捜査して ね、 そうですね、もうこんだけ日本国中がもうはったはった言うんやから、もう大分県警だけの問題じゃないわけですね、うん、だからほんまにこう一日でも早く捕まえると、そう、しかも重罪でね、殺人と殺人未遂で、きちっと捜査して、はい、で、ちっと逮捕してほしいな、遺族のためにも国民のためにも、ね、そうそう、野良猫さん、ハッタのようにプライドの高いタイプはそこそこ小綺麗な格好してると思ったんですが、秋山さんの考察は、うん、あの逃げる前までは確かにあいつは美意識が高いんですね、化粧したりとか髪の毛セットしたりとか、もう化粧水に塗ったけど、今は環境が違うわけですよ、うん、だからそういう美意識をする間がない、もう自分の顔がもう全国のポスター貼られてるから、ヒゲ生やしたり、うん、髪の毛も絶対変えと、坊主にするか短髪にするか ね、うん、だからもう美意識を捨ててます、うん、まずそんなもん美意識しとって、そのまま歩き回るとすぐに連絡があるんで、ね、うん、女装っていうのもあるとは思うんですけど、女装して堂々と、うん、歩いてるかなって言ったらそこは違うような気がする。そうね、これが10年経った堂々と歩くからな、うんうん、あの霧島みたいに ね、霧島も最初は多分ね、最初の5年そうですね、5年まあ、10年近くはもう細々とね、もう人を避ける、うん、けどもう40年も50年も近く、もう堂々と警察もわからん、お顔も変わっとるし、じじいになっとるから、うん、あれも堂々とする、ね、あそこまではまだなってないかなと、うん、そうだね、まだビクビクして、このハッターもビクビクしてね、堂々と女装で歩いたり、はい、そんなんはわしはしてない。まあ、逆にでもひげも髪も伸ばしたままでもホームレスになっているとすれば、ホームレスの場合は逆に警察官に処分する可能性が高いんで、ホームレスはしてないですね。あいつの性格まだ20そこそこの若い人なんで、空き家ね、今だ山いたらいろいろ空き家がある、そんなとこ生活を要せん、 あいつは逆に身分証いちはしと一緒ですよ、身分証のいらない住み込みで働ける冷暖房のある、そこで絶対多分多少はやっぱりこう生活感を求めてしまうところ、うん、そうそうそう、まだ26やな、ね、若い子なんで、うん、そういう山ごもりみたいなのがいますから、自給自足ができる能力はありませんのでね、こいつは。この前大阪にいた疑惑がありましたね、テレビで、まあ、フジテレビでね、イットでやってくれましたけどね、あれはどうかなと思う、よく似た あれは 100% 本人じゃないですね。私の推理はね、アコレヒエにもうその犯行直後にね、殺人事件を起こしてすぐに裸足で逃げて家に帰る、でそこで資金源調書を取って、で電車なり何かの形で一旦はすぐに犯行後翌日ぐらいには西成に入ったと思うんですよ、でそこで1ヶ月か2ヶ月分かりませんけど、逃走資金をある程度貯めて、そこから次場所変えとった、だから今は西成でおらんです、事件起こす前に西成に興味を持っとったんで、西成に行きたいような言いとったんで、短期間西成に行ったと、だから今場所を、ね、変えとるんで、
この前のニュースをちょっと、そうですね、うん、今さっきおったような昨日話しましたっていう人が出てきましたからね、うん、それはちょっとあの人の感覚で言えるだけであって、大阪府警にはねもうすっばらしい見当たり捜査官がおりますからね。西成でおったら、貼った本人がおったら耳と目で、うん、まず大阪府警の見当たり捜査官 100%、 99% ちゃう、 100% 見つけてます、うん、でもなぜ貼ったを確保できないのか、日本の全警察が動けば黒にネズミなんですけどもね。じゃあ全警察が動いてるのかっていうところでしょうね。まあ一般の方がよう言うよね、これだけ顔が売れとるし、これだけ防犯カメラがあるのになんで捕まらんの。ほなね、警察官が北海道か沖縄でね25万人ぐらいおるんかな、うん、これが25万人がどれだけ指名手配者を覚えてるか、うん、ほんまに一部なんですよ。指名手配 を見当たり捜査班、これも完璧に覚えてます。だけど駅前の交番でこの前入った子がこれ全部覚えてる、 100% 覚えてない、うん、たまたま職務質問したら紹介しますから、前科紹介とか指名手配紹介するからパーンとヒットするっていうのが普通なんです、うん、最初から指名手配者何十人も頭を覚えて探してるっていうのはまずないんですよ、うん、これと防犯カメラがこんだけ日本普及されると、防犯カメラ映ったって、ハッタが映ったってヒットせんわけですよ、うん、要は防犯カメラで犯人をリレー捜査で捕まえるっていうのは誰かわからんやつ、うん、要は事件が発生しました、犯人が逃げた、こういう誰やわからん、うん、これが逃げるんをリレー捜査でいて家まで防犯カメラで捕まえて、あ、 A という人間を特定する、うん、ほなから逮捕できる、うん、けど逮捕状を取って貼ったってとっくに分かってます、うん、それが全国防犯カメラで映ったって指名手配者をピンポンってヒットできるんですよ。できないですね。だからこの今防犯カメラの時代でも貼ったが捕まらないっていうのはそこにあるわけですよ。それこそ、まあ、防犯カメラつけてらっしゃるお宅でね、うん、24時間分じゃあ防犯カメラ録画したやつ全部確認するかって言ったらしないです。そうそうそう、だからやっぱ不審者が出たとか、うん、何か、起こったその時に防犯カメラを見るもん、うん、そう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 、うん、やっぱりじゃあ貼ったがね、じゃあなんか盗んで、まあ、その家の防犯カメラに映ってたっていうんだったらあると思うんですけどね。そういうふうになんちゃうかな、防犯カメラが前科者とか指名手配者が映った時に顔認証とか身長動く方でピンポーンって犯人手配者ですよっていう、そういうヒットすれば捕まります。まあここは申し訳ないけども、この中国にちょっと協力、そうやね中国からそれができるけど ね AI の認識でやってもらいたいですけどね。日本もそれをできるだけの技術はあるけど、基本的に人権云々で言うてなかなかそれが法案が通らんというところがあるんですね。やっぱり日本人は消極的な部分があるからね。だからここで言いたいのはこれ、大分県警が殺人で、殺人未遂で行かずに未だに同行法で逮捕でしたけど、全く消極的に、これね、検察官がこれは証拠ないからって言われてしとんだったらアウトなのね。検察官に言われたからこれは殺人で行きませんって、こんな警察だったらいらんのって。なるほどなるほど。警察っていうのは検察官の黙っとけと、第一次的な捜査権があるのは警察なんですよ。なるほど。だから警察がこれは殺人で行くって決めたら殺人で令状請求するわけ、うん、逮捕状請求する段階と、うん、まだまだ裁判これから、検察官は裁判するだけの話だって、うん、現場で逮捕するのは警察やから、だから逮捕状する請求するのは殺人なんだ。これを未だにこの事件同行法救護義務違反、うん、まあ私から言ったら全くやる気がないっていうかね、遺族をなめとんか、もっともっと殺人の方の現場を知れと、うん、まあ、そうなるとやっぱり警察とか現場側はやっぱりこういう、罪名でいきたい、まあそれで逮捕したとしてもやっぱり検察の方で落とすわけ、落とすっていうことが結構、そうそう、よくある。被害者のためにその重たい罪で積極的に捜査をして逮捕するっていうのが鉄則であって基本なんよね。私が現職の捜査一課の補佐やんの時なんかは、検事に言われたから何言うとんなんて、現場知らないやつが黙っとけと、私全部こうやると。ほんだら私は徳島県警の捜査一課でおった時は検察官とほんまこう仲がよくね、で私の言う通りしてくるよってね、そのぐらいのパワーがあって刑事だまで燃やして、
警察は積極的に遺族のためにやるべきなんだ、うん、検察官に言われたから、まあ、検察官っていうのはご遺族と接する機会ってあるんですか。まあ、ほとんどないね。けど犯人を逮捕しました、うんうん、ね、逮捕した時に遺族調書って言って遺族読んで来てもらって検察官が読んで遺族の調書を取るぐらい、まあ、現場で遺族の泣いてるね、で葬式してね、法事をする、そんな状態知らんわけ。自分が担当した刑事さんそこまでは全部お付き合いするわけ、まあ、思いが違いますね。もう 100% ですね。いやもうその、まあ、疑いではあるんですけど、まだ状況的には明らかじゃないですか。そう、まあ、その証拠があるんだから、そうそう、証拠はあれよね。積極的にやることの何が悪いんだろうって思いますよね。でそれで捕まえた後に考えてもいいことじゃないですか。そうですよ。だから警察官もまだ裁判をする前だろうと、ガタ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 言わんと黙ったときは俺らがやるのに黙ったら見とけぐらい、そんな俺らの警察の捜査が必要なわけ、ね、第一次的捜査権ってさあるんですよ。だから検察官の顔色見持って検察官の言う通りする捜査、そんなん絶対したいけど、警察は部屋の後半で言うような本があっちゃるんじゃないんですよ、現場中ね。なんか遺族のために戦うっていうことが、まあ、検察とか警察側だとしたら、うん、なんかそこで後半で負ける負けないっていうことをすごい気にしてるじゃないですか、うん、遺族は戦ってほしいわけですよ。そうですね。だったら別にフルマックスで戦えばいいと思うんですよ、うん、なんでその弁護士に負けるかもしれないとか、いやだったら探せばいいじゃない、うん、もっと殺人を立証できるようにするっていうのは大事なわけで、そうそうそう、でそれをもう鼻から救護義務違反って結論付けて捜査してたら、救護義務違反が立証できたらもういい案になっちゃうんです。そう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 、真相を明らかにせないかんのに真相じゃない一部しか分かって、そうで、その後じゃあ捕まえた後に殺人かどうかって見極めましょうかなんていう風にやってるんでしょうけど、うん、いやそうなったらもうやる気モチベーション多分上がってないですよね。そうね、そうそう、もう捕まったことに満足しちゃうんだ。そうそうそう、だからおかしいんだなっていう。人事異動がねやっぱ今年もありまして、まあ、いろんなところでね部署が変わってますんで、まあ、偉いさんもちょっとずつ変わってますんでね、ちょっと期待したいところでしょうけども、もう全国警察はね4月1日がもうね異動で組織みんな変わってますからね、うん、新たに